常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様チャンネル登録お願いします。いやね、この動画のタイトルにある通りね、書いてないことが読めちゃったりとか、言ってないこと感じちゃったりね、レッテル貼りで印象操作するっていうのはね、これね、まあ、言論に携わる人間としてはね、もうこれまあある意味ね、死を意味するぐらいのね、非常に大きな問題だと思います。はい。まあ、エビデンスないことをね、言ったりしたり、あとはね、そのまあ、自分がこういうふうに思いたいとか、まあ、結論ありきでね、なんかこの、まあね、いろんなものがこう、もうそういうところばっかりが見えてね。で、しかもそれをですよ、拡散しちゃうなんていうのは、これも最低だなと思うんですよね。自分でチェックしないんですかね、これおかしいなとかね。もしくはしっかり取材してさ、やりゃいいのにね、その反対側もね、もうその取材もまあ、反対側の取材っていうのもアリバイ的なことしかやってないのか、まあよくわかんないけど、まあこういうことをするのはね、もうほんとダメだと思います。はい。まあその言論に携わる人間としてはね、そういうことないようにね、やっぱりね、きちっとですね、身を律してね、行かないとですね、まあただのですね、これ煽りじゃないかと。朝日新聞と何が違うんだっていうふうにね、批判されても文句言えませんよね。まさに朝日新聞の手法ですよ、結論ありきでね。ね、日本が戦争できる国になろうとしている軍艦の音が聞こえるって言いたくていろんなとこ切り張りでこれはこんな風に見えるとかやってるわけでしょ。最悪ですよ。はい。で、こういうのをね、絶対やってはいけないと思うんですが、やってるんですよ。はい。やってるのがいるんです。これね、私怒りを新たにしました。今日ね、私ツイッターで共有させていただきましたけど、見ました？私のツイッター。はい。これは必見です。ね、今週紹介した NHK 実感度どのに対して怒りを新たにしました。ぜひご覧くださいということで、歴史の真実を追求する橋間島民の会というところがですね、一般社団法人産業遺産国民会議の協力を得て、YouTube にアップした動画があります。はい。これ絶対みんな見てください。タイトルはですね、負の遺産軍艦島は NHK の捏造から始まったというですね、まあこういうタイトルの動画です。でね、このね、実感ドドドの元になった、やつがあるんですよ。元になった NHK のね、昭和30年頃に公開された、緑なき島というね、昭和30年11月17日に公開された、緑なき島というドキュメンタリーがありまして、で、この元ドキュメンタリーも、その橋間のね、その炭鉱の中の作業シーンが、これ捏造なんですよ、実は。橋間じゃないところのですね、まあ、筑豊の方のね、ちっちゃい炭鉱、まあ、いわゆる小山って言うんですけどね、業界ではね。その小山で掘ってる様子を、そのままですね、橋間の、その掘ってる様子に切り張りしてですね。で、これが橋間でこんなことやってましたって、この、こう、ね、例の徴用工写真ですよ。あれ日本人でしたけどね。こう、横にツルハシでこんな掘って、ね、ふんどし一丁でとかやってる、動画出してるんですけど、これがね、もうとんでもなく間違ってるという話です。でね、一応これすごいいいやつなんで、ぜひ見てほしいんですが、かいつまんでその要点を言っておくとね、一つはですね、橋間のあの炭鉱というのは、基本的にですね、こう、坑道が斜めなんです。なんでかというとね、炭層自体が斜めになってるんですよ。だから上から掘っていくと、自然にこう、落ちるらしいんですね。なんで、トロッコみたいな、コロみたいな転がしてですね、持っていくっていうのは基本的にないらしいんですよ。はい。さらにあの中はね、橋間の炭鉱っていうのは、非常にですね、このね、軍艦島の炭鉱は、非常にガスが発生しやすいところで、で、そのガスが発生しやすいがゆえにですね、裸電球とかは絶対に置けないらしいんです。必ずね、その、こう、防爆型のですね、こう、爆発を防ぐような、こう、処理をされた、きちっとしたこのね、電気を置かなきゃいけないとかね。それから、あと、三菱のね、この作業規定で、全員作業着で入んなきゃいけない。ふんどし一丁とかダメなんですよ。さらにね、そのガスがいっぱい出るようなとこなんで、粉塵がすごくて、橋間のその、まあ、炭鉱の中入った人ってもう顔は基本的にすすけで真っ黒になるんですけど、NHK のその緑なき島のね、炭鉱二つっていうのは、綺麗な顔してるわけですよ。ふんどしも真っ白なままですよ。これ絶対橋間じゃないっつって、島民の皆さんが口を揃えて言ってます。で、ここでね、過酷な労働を強いられたとかね、こんな天井が低いとか、その方が橋間も違うんですよ。ほんとでっかい行動で、天井低いなんてことないんですけど、その過酷な労働を強いられたっていうイメージがですね、韓国の映画になったりとかね、それから写真ね、全然違うところの写真で、これが軍艦島とかやられたり、まあ、それの元になって、で、それが正しいという前提で、ね、それが正しいっていう前提で、ドキュメンタリー作っちゃったのがこの NHK 実感度どうぞなんですよ。わかります？元の緑なき島っていうその捏造ドキュメンタリーのね、前提ね、この捏造ドキュメンタリーが正しいという前提でね、それであそこは負の遺産だみたいな感じでね、取材して作っちゃったんですよ。だから見たいもの見えちゃうわけ、そこでね、もう負の記憶があってみんなで隠蔽してるんだっていうふうにもう先入観で思い込んでるわけだから、だからインタビューしてもですね、まあ元島民の方にインタビューしてましたよね。だけど2時間半も聞いてですね、ね、で、最後、まあ、もしそんなこと言われたらみたいな、温度ちょっとしか切り取って使わなかったでしょ？そうじゃないって話を延々してるのに、そこは使わないんですよ。それはなんでかというと、そこ見えないから。
見えないから。で、その本当にごく一部だけ切り取って、ね、その手前の前提でこうでこうでこうでって言ったら一番大事なとこ言わないで、ここしか言ってないみたいなこの印象操作をしたのがこの実感ドドドなんです。で、さらに言うとね、韓国側が言ってる、まあね、この史実とは全く整合しない話っていうのをさも真実であるかのように取り上げたりとかね、それからガイドが圧力を受けてね、言いたいことも言えないようになってて、あれも本当にその人だったんですかみたいなことで非常に反証不能なですね、ね、反証不能な切り取り、ね、反証不能な内部告発になってますよね。あれずるいですよね、取材源の秘匿っていうのをさ、使ってさ、ね、反証不能のことやって言いっぱなしでさ、ね。で、実際に大高さんがね、ドラゴンニュース明らかにしましたけど、船会社全部聞いたけど、どうもそういう人はいないんじゃないかという話になってるので、NHK のね、ディレクターね、これ産業遺産、産業遺産、国民会議、それからこの、真実の歴史を追求する羽島島民の会から、説明せよと、もう元になったドキュメンタリーのね、まずここ説明せよということを要求されてるので、これね、公共放送としてはですね、国民にね、その取材内容の透明性ってのを明らかにした方がいいと思いますよ。はい。取材源は別に秘匿してもいいけど、映っていたものは、羽島とは違う炭鉱のものでしたと。ね、筑豊のもっと規模のちっちゃい、ね、もっと規模のちっちゃい、全然関係ない炭鉱のものでしたってことを、まず明らかにすることですよね。で、さらに言えば、このね、間違った前提、間違った思い込みですよ。ただの思い込みですよ。この捏造の思い込みに基づいたね、ね、羽島は負の遺産を隠蔽しているように見えるというね、このひどい印象操作やってる、この実感ドドド、これ NHK のまあ九州ローカルだったらしいんですけど、これもですね、しっかりと調査してね、ね、内容について誤りがあるなら謝罪しなきゃいけない。ね、なぜ謝罪しないんだって話ですよ。ね、おかしいですよね。で、こんな印象操作、エビデンスもない印象操作、言いっぱなしでいいんだったら、なんだって言えますよ。なんとかなんとかみたいに見えると。でね、結局こういうドキュメンタリーって何が起こるかというと、活動家焚き付けてですね、わーって行くわけですよ、この加藤光子さんのとことかに。ね、この産業遺産、センターね、産業遺産記憶センターだっけ、あそこにね、わーっと行くわけですよ。で、もう波状攻撃受けてるわけですよね。もう活動家だかジャーナリストだかよくわかんない活動家ジャーナリストやってるようなやつに、ね、この、波状攻撃受けてですね、で、加藤さん強いんで全部今論破してきてますけれども、でね、このさっきご紹介した動画の中にも、もともとこの緑なき島っていうね、このドキュメンタリー自体が、捏造じゃないかということで、取材に来た NHK の取材班に加藤さんが詰め寄るっていうシーンも入ってます。ぜひご覧いただきたいんですよ。ね。で、こういう形でですね、うわーってやって、ね、あることないことをみんなで言って、ね。で、そういうことにしちゃうわけですよ。負の遺産を隠蔽したってことにしちゃうわけ。してないのに。ね。現実はしてないのよ。してないのよ。してないのに隠蔽したってことにしてしまうわけですよ。ね。で、それで、ね。お前隠蔽してんだろって言って活動家がわーっと来てやいのやいの言って反論させない状態でですね、こうやってもうタコ殴りにするというですね、非常にこう卑怯なやり方ですよね。まあこれをやってると。で、これ朝日新聞の得意技だったんですけど、なんと公共放送の NHK お前もかと、ね、公共放送という立場を考えろと、ね、日本をね、そうやってね、こうディスカウントするようなそういう情報に真実だったらいいですよ。本当に悪いことだったらいいですよ。違うからね、全然違うし。でね、形だけ元島民にインタビュー当ててるんですよ。これはね、まあさすがに NHK だと思いましたね。はい。一応そういうこと違うって言ってる人に何にも聞かないで公開したら、ただのデマゴーグですからね、こんなのね。取材もしないね。反対が取材もしないで、これ公開したら、ただのデマゴーグだし、これ下手すると裁判になりますよ。で、負けます、多分こんなのやったら。名誉毀損で負けると思います。はい。なので、さすがにそれはまずいと思って NHK は、反対のね、ことを言っている、ね、これは違うって言ってる島民の方にインタビューしたんだけれども、ね、それは形だけジャーナリズムをやって、ね、実際にはその本当に言いたかったこと、反対のね、その立場の人が本当に言いたかった部分っていうのは全部切り取ったわけですよ。これひどいですよね。はい。で、このね、軍艦島の真実、朝鮮人徴用工の検証というね、この動画を見てですね、まあ、今日これたまたまね、ツイッターで僕見つけたんですけど、まあ、改めてこの怒りがね、込み上げてきたなと。もうこういうことやる人はね、言論に携わってはいけないと思うんですよね。はっきり言って。もう本当にね、頭を丸めるぐらいじゃもうこれ、反省ならないと思うんで、マジで。もうやめてください。廃業した方がいいと思います、本当。これやったスタッフね、NHK の。が、もうちゃんとね、その廃業するの嫌だったら、ちゃんと国民に説明しろよと。ね。なぜね、反対が当てたけど、そんな切り取りやったんかと。これで当てたことになるのかってことですよね。はい。私からこう見えるなんてことを、いくらね、拡散したところで、それってただのデマゴーグですよ。ダメですよ、そういうのは。ジャーナリズムじゃないですからね、そういうのはね。はい。NHK の方これ見てると思うんでですね、ぜひ心して。NHK 朝日新聞になっちゃいけないと思うんでね。本当にね、まあこれ、朝日の反省は廃刊とかやってますけれども、
NHK の反省はどうなの、スタッフ総辞職、もう本当にね、今後こういうね、放送言論の世界にはね、携わってほしくないなと、心から思いました。はい、ということで皆さんもう一回動画の名前言いますよ。下に概要欄にも貼っときますけどね、負の遺産軍艦島 NHK の捏造から始まったというこちらの動画、ぜひぜひご覧ください。よろしくお願いします。はい、ということで今日の内容面白いなと思った人は高評価のボタンを押してください。最後にチャンネル登録お願いします。ガー。